はい、PUBG です。今日もねソロでやってきまして、安定のなんだっけこれ、遺跡ルートかな。遺跡ルートも何もないんだけど、まあ、いつも通りね遺跡に飛び立ってきます。で今日遺跡に行く人、おいるね、2人かな、2人いますね。ちょっとね2人この近くに降りちゃうとね、若干運ゲーの要素も絡んでくるんだけど、なるべくね武器を速攻で取って近くの敵を倒していきたい。でこういう時はね結構みんな隠れたりね逃げたり戦ったりいろんな方法があると思うんだけどね、私の場合は見つけたらすぐ敵を倒しに、お弾が固まってるってことは武器があるはずだが、武器が見当たらん、あ、あるか、 M4M16 か、よし。で速攻取って、あ、8倍スコープだけ取っとくかな。でね、アイテム探索はせずにすぐに敵を、いた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 、普通に探索してるね。であいつを気づいてないんだよ。気づいた。よし。ああ、あんま、まあ、持ってないよね。この、つか奥にいるし。EV で奥にいるね。どこ行く？どこ？ハンドガンだけなら勝てるかな？裏回ったね。ちょっと移動。あ、やべ、やべやべ、バレ、絶対見られたっしょ、これ。完全に見られたっしょ。ああ、まあ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 、ハンドガンだからな。いけそうな気もするけど。どうしようかな。見えない。裏にいるかな？裏回って、あー、姿が見えないかな。よし、行こう。まず回って、ここを見て。そのまま裏回って、こっちかな。あ、いたいたいた。よし。あ、でもこっちとか持ってるし。よーし、手にキルしていく。特にいらないな。で、ここにいる二人はもう倒したんでね、ゆっくり探索していきますか。で、お、出ました。PUBG の最強武器、UMP。最強つかね、安定ですね、この武器は。すごい使いやすいんでね。まあ、覗か。でね、スカーを拾ったんですよね。これがまた強い。しかもね、サプレッサー付き。めっちゃ強いっすよ、俺。もう、スカーのサプレッサー。スカーがね、すごい使いやすいんだよね。まあ、狙ったとこまっすぐ飛ぶっていうのとね、右クリック長押し打ちでも、当たるっていうのがね、いいですね。ん？なんかカサカサ音が鳴った気がする。あ、いるいるいる。いる、めっちゃ足音聞こえる。こっちだ。こっちの方だ。こっちかな。あ、いた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 。サクッと倒していく。3キル。危ねえな、ショットガン持ってたか。鎮痛剤に。あ、いいね。こうやってパーツをね、相手から奪って自分の武器を強化していく。なのかな。結構範囲がね、迫ってきて、29、残り29人ですね。お、車、やべ、ちょっとしゃがんでおこう。車は不利だ。ソロの車はめちゃくちゃ強いんですよ。つかこれ、狙えるかな。ちょっとやっていきましょうか。引きつけて、サクッと、一発ずつ、慎重に、ゆっくりと狙っていく。さあ、2発当たった。よし、よーし、倒した。ちょっとね、逃がしたと思ったけどね、ギリギリ、キルすることができましたね。やつ、サプレッサーついてる、スカイルめっちゃ強いよ、これ。はい、でね、残り24人か。で、エリアがね、結構こっち寄りに来たんでね、ちょっと運がいいですね。あ、いるね、いるね、奥にいる。奥にいるんで、スカーの8倍スコープで狙っていきたいが。あんなに離れてるとな、まっすぐ飛ぶか心配だな。一応家の中をちょっと見たけど、いなさそうかな。いたいたいた。お、寝てる。都合がいい。よし。あ、当たんね。当たんね、当たんね。この辺か？いやーなんか、難しいな。遅いんだよね、着弾が。あと、まっすぐ。あんまり離れすぎると、まっすぐ当たらねえ。当たらない。あ、いいね、しゃがんでくれた。これいい。はい、もう一発。よーし、5キル。あれ、走ってた方が嫌だったな。ずっと走ってたら全然当たんないね。偏差打ちしてもね、まっすぐ飛ばないし。もういないかな。この8倍スコープ、あんまり好きじゃないんだけどね。ここに来て役に立つとは思わなかった。
で、麦の方にも。さて、ちょっとここで待機して。さあ、円が縮まった時に、どこにエリアが狭くなるかで、立ち回りを変えていきたい。まあ、このサプのね、スカーでね、相手の意識外から攻撃を仕掛けていきたい。どこかな？あー、ちょっと遠いかな。ちょっと遠いですね。つか遠いな。そう、遠いぞ。2分か。まあ2分あるから大丈夫かな。家の中にはいないかな。多分。いたらしょうがないけど。あー、銃声聞こえますね。左の方から銃声が聞こえる。なるべくギリギリの外回りでエリアに近づいていきたい。やっぱね、木とかたくさんあるとこじゃないともう逃げようがないからね。戦ってるね。で、一応麦を確認しておくが。上の方、ちょっとね、ギリギリかな。まあ、このぐらいギリギリでね、動いた方が、後ろから狙われるリスクは少なくなるんでね、いいと思うんですけど。さあ、ここが緊張の。大丈夫かな。いないかな。こういうところでね、よくやられちゃうんだよね。あー、下りか。下がっていって。なんとか範囲。おー、いたいたいた。よし、後ろ取った。えい、6キル。よし、で、ここで、お、なんか死体が2つあるぞ。お、吸キット、エナジードリンクに。あ、4倍スコープの方がいいね。こっちだね。8倍外して、4倍にしていきましょう。エナジードリンクを一応飲んでいく。鎮痛剤もね、ちょっと飲むスピード遅いんで、さっきにこっちを消費しておきたい。いらねえな、これ。あ、補正器もいらない。で、索敵をして。あー、ちょっと白煙が。あの家だな。まずいな。ちょっと不利かな。で、上に補給物資があるね。取ってられない。左にいないことを確認して、ダッシュで。で、目の前になんか死体があるね。とりあえずここに入っていこう。あー、撃ってる。ギリギリ。あー、いる。撃たれてる。あ、やられたか。つか、あの家だよ。絶対いるんだよ、あの家。範囲外。あ、結構、ダメージがやばいな。後ろにないかな。大丈夫かな。ちょっとここで回復しておこう。いやー、絶対あの家にいるでしょ。残り4人。4人のうち3人がどこにいるか。あのな、山の奥にいたらやばいんだよな。ちょっとこっちが狙われたらひとたまりもないんで。つか、ヘッドショットされるでしょ、位置的に。あの家に何人、まあ、一人は咲いているかな。どうしよう、57秒か。まあ、じっくり。時間はあるんでね。詰めていきたい。まあ、こういう時はもうスモーク投げるしかないんでね。近づけないんだよね。いないか。違うか。人影に見えたけど多分違う。よし。一個しかない、スモーク。4個ぐらいあればね、ばらまいて近づけたんだけど、一個しかないんだよね。で、スモークを投げて。よし、行くか。スモークを縦にして、家に近づいていく。で、右、注意。右方向だけは注意しておく。で、いない。大丈夫かな？いなさそうだね。よし、家の壁に、ついて、この一応後ろ見て大丈夫だね。で、ここで待機だな。あ、もしかして家に3人いたりする？で、範囲が狭くなっていく。残り4人、敵は3人。左側いないかな。左側は来てないですね。どこにいるか、ちょっと立ってみるか。あ、ちょっといるし、目の前にいるし、サクッとあいつをやって切る
していく。7キル。あ、つこつこいってる。あ、いたいたいた。音を嗅ぎつけた。ショットガン使いが近づいてくるんで、倒して8キル。回復しておきたいね。応急キット使って。さあ、残り1人。アイマンですね。あ、カサカサいてる。そう、来てんじゃん。あ、いるし。はい。よし、勝った。残り3人全員この中にいてね、全員倒してドン出すってことで。はい、ということでね、今回ね、ちょっと面白かったな。なんか1人やっては1人出てきてみたいな感じで3人連続キルしちゃったんだけどね、まあ、TPS の視点の有利を生かした戦い方ができたと思います。ってことで今日は以上です。